安江信夫君。公明党の安江信夫です。私は公明党を代表して、ただいま議題となりました消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律案について質問いたします。これまでに世界平和統一家庭連合旧統一教会に関連をして、霊感商法や不当な寄付の勧誘行為による深刻な被害が生じてきました。そして今もその被害に苦しんでいる本人やそのご家族がいらっしゃいます。信教の自由の範疇を超えて、他人を不幸に陥れる行為、人権を侵害する行為は許されません。当事者に寄り添い、被害の防止と救済に向けて力を尽くすことは、政治の大きな責任です。この決意で、我が党といたしましても、弁護士や関係省庁、有識者との意見交換を重ねた上で、10月の28日、政策提言を政府に提出するなど、必要な施策を推進をしてまいりました。そして寄付の不当な勧誘行為一般を防止すること等を内容とした法案がここに提出されるに至ったことは、声を上げてくださった方々と消費者庁をはじめ役所等の関係者の皆様の昼夜を分かたぬご尽力のおかげとも感謝を申し上げます。その上で、本法案を議論するに際して留意すべき3つの視点を申し上げたいと思います。第1に、内容が被害の実態に即しているか。第2に、裁判等の現場でも安定的に運用可能で実質的な救済に資するか。そして第3に、他の権利利益との均衡が図られているかどうかです。これらの観点を踏まえ、以下質問をいたします。はじめに、消費者契約法における取り消し自由の拡大について伺います。過去に裁判等で問題となった勧誘行為として、例えば夫の若死には祖先の悪因縁になり、あり財産を捧げなければ子どもも若死にする、旨を告げ契約を締結させた例などがあります。しかし、現行の消費者契約法では、そもそも親族の不利益告知は明示的には規制の対象になっておらず、不法行為の成否はともかくとして、こうした行為すら直接的には取り消しの契約取り消しの対象とはなっておりませんでした。被害の実態により即した救済を可能とするために、今回消費者契約法の霊感等による告知を用いた勧誘について取り消すことができる範囲が拡大されることになります。そこで今回の改正は、旧統一教会に関連した被害実態にどのように即しているのか、被害救済に具体的にどのように資するものであるかを河野大臣にお伺いをいたします。今回取り消しの範囲の拡大等を内容とする消費者契約法改正に加え、新たに寄付の不当な勧誘行為一般を規制する法律案を新法として提出をされています。この点、我が党としても、消費者契約法は契約と評価できる行為のみを対象としており、悪質な寄付の勧誘行為全般を補足できないことや、規制の実効性の確保の観点から新法についての検討も促してきたところです。そこで今回、消費者契約法等の現行法の改正にとどまらず、新法を提出した趣旨と、新法ではどのように規制の実効性が確保されることになるのかについて、総理にお伺いをいたします。続いて、配慮義務について伺います。新法第3条では、寄付の勧誘を行うにあたっての配慮義務として、自由な意思を抑圧して、適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすることなど、3点にわたって規定をされています。それらは、寄付の勧誘を受ける者の保護を図るための当然の理が規定されているものと考えますが、配慮義務として規定することによって、被害救済にどのように資するのでしょうか。また、配慮義務としてではなく、禁止行為として定めることが救済の必要性からも望ましいとの意見も踏まえまして、衆議院で配慮義務を行った場合について、行政措置の規定が新たに設けられることとなりました。これらの規定を禁止行為としなかった理由、また修正部分についてのご認識を総理にお伺いをいたします。新法の第3条2号では、寄付により、個人またはその配偶者もしくは親族の生活の維持を困難にすることがないようにすることとの配慮義務を定めています。旧統一教会に関連した問題の多くは、寄付等を行った本人のみならず、家族全体の困窮という形で現れている実態に照らせば、この親族等を含めた生活の維持の配慮義務は、家族の権利を守るためにも大変重要な規定です。
この配慮義務の創設は、勧誘を受けた本人の親族等との関係でどのように役立つのでしょうか。親族等が勧誘行為の違法性を主張する際にも活用できるものと理解してよいのでしょうか。河野大臣にお尋ねします。教育や福祉、文化芸術、スポーツの分野などにおいて寄付が果たす社会的役割や意義はますます高まってきており、今後も寄付文化の醸成を図っていく必要があります。また寄付及びその勧誘は財産権の行使という側面にとどまらず、精神活動の一環として行われる場合も少なくありません。今回の法案は寄付の不当な勧誘行為の防止等を目的としておりますが、こうした寄付が果たす社会的役割や意義に鑑みて、健全な寄付に対する悪影響や寄付文化の醸成を阻害することは断じてあってはなりません。そこで寄付が果たす社会的役割等に対するご認識をお伺いするとともに、本法案の運用にあたっても健全な寄付に萎縮効果が及ばないようにしていかねばならないと考えますが、河野大臣の明快なご答弁を求めます。新法では債権者代位権の行使の督促を定め、扶養義務等にかかる定期金債権、すなわち養育費や婚姻費用等についての将来債権についても保全することが可能となっています。これにより親族の権利擁護の実効性が高まるものと考えますが、具体的にどのような権利の擁護につながるのかについてご説明をください。また家族にも取消権を認めるべきとの主張や、法案の標準債権の範囲が狭いとの指摘もありますが、これらの意見についてはどのような検討がなされたのかについて河野大臣の答弁を求めます。今回消費者契約法の改正や新法の創設のほか、国民生活センター法の改正案も提出をされております。取消権の拡充などで救済の実効性が高まることになりますが、そうであったとしても実際に訴訟等の裁判を行うことは大きな負担になります。そこで我が党としても裁判よりも簡便迅速かつ低コストで行うことができる ADR の機能の充実強化も合わせ訴えてきたところです。そこで本改正により国民生活センターや ADR の機能がどのように強化されることになるのかについて河野大臣に伺います。最後に相談支援体制の強化について伺います。取消し事由の範囲拡大や悪質な寄付の勧誘行為の規制などの法制度の充実も重要ですが、併せて被害の防止と救済の観点から相談支援体制の強化もいわば車の両輪として不可欠です。我が党としても状況に応じた適切な支援につなぐ力の強化も含めた総合的な相談支援体制の充実や必要な予算措置なども訴えてまいりました。また新法においては債権者代位権の行使の督促も設けられますが、専門的な知見も必要であり、実際に行使する必要性が高いものには未成年者も含まれることから、とりわけこの点についての丁寧な支援体制の構築が重要であると考えます。この点、新法の第11条では法人等の不当な勧誘により寄付をした者等に対する支援の強化について規定されているところでありますが、相談支援体制の充実に向けた取り組みを斉藤法務大臣にお伺いをいたします。本法案が早期に成立をし、不当な勧誘行為等による被害の将来に向けての防止の徹底と救済が図られることを強く念願をいたしまして、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。岸田文雄内閣総理大臣。安江伸夫議員からのご質問にお答えいたします。新法の提出理由についてお尋ねがありました。消費者契約法の改正法案は、旧統一教会問題等のいわゆる霊感商法や契約にあたる寄付について、取消権の対象範囲の拡大や、取消権の行使期間の伸長等の措置を講じ、被害防止及び救済の可能性を高めます。あわせて国民生活センター法の改正により、ADR の活用促進を図ります。それに対して、新法では、新法案では、
現行のこの日本の法体系の中で許される限り、最大限実効的な法案とすべく、消費者契約に当たらない寄付も含め、社会的に許容しがたい悪質な寄付の勧誘行為を禁止し、これに対する勧告命令等の行政措置を導入するとともに、不適切な勧誘行為を受け、困惑した中で行われた寄付の意思表示には、瑕疵があることから、取り消しを認める制度としております。さらに、寄付の勧誘にあたっての配慮義務を定め、これに反するような不当な寄付勧誘が行われた場合、民法上の不法行為の認定や、それに基づく損害賠償請求の容易化を図ります。この2法案により、これまで救済できなかった被害をより幅広く救済でき、また将来に向けて被害の防止にも役立つと考えております。配慮義務の意義についてお尋ねがありました。禁止行為は、法人等がどのような行為をしてはならないのか、適切に認識できるよう、その類型及び要件を可能な限り客観的で明確なものとして規定すべきと考えられます。一方、この配慮義務については、適切な判断をすることが困難な状態等、勧誘によってもたらされる結果としての個人の状態を規定しております。これは、いかなる行為によるものであったとしても、寄付勧誘の際には、そのような結果をもたらさないようにすべきという規範を示すものであり、禁止行為とする場合よりも、こうした結果を招くより幅広い行為を捉えることができるため、民法上の不法行為認定、およびそれに基づく損害賠償請求を容易とする効果が高いと考えております。また、衆議院において議論が行われ、修正案が可決されましたが、この修正は、寄付の勧誘者に対し、非勧誘者への十分な配慮を行うことを求めるとともに、配慮義務に違反する法人等に対する勧告等を可能とすることで、より一層法律の実効性の向上を図る趣旨があると認識をしております。政府としては、修正の趣旨を踏まえ、引き続き丁寧に参議院でのご説明を尽くすとともに、法案が成立した際には、法律の適切な運用に努めてまいります。残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。河野太郎国務大臣。消費者契約法改正法の改正案の取り消し事由についてお尋ねがありました。消費者契約法の改正法案においては、霊感等による知見を用いた告知について、消費者本人の不利益に関する不安のみならず、親族に関するものも対象とすること、将来生じる不利益のみならず、現在生じているものも対象とすること、また、消費者の不安を煽る場合のみならず、不安を抱いていることに乗じた場合も対象とすることとして、取り消しの対象範囲を拡大しています。旧統一教会に関連した被害実態では、例えば配偶者の若死にを祖先の悪縁といって不安を煽る例や、子どもが現在結婚できないのは祖先の悪縁が原因であると告げる例、そうした不安を抱いていることに乗じて契約締結を迫る例などが明らかとなりました。改正法案では、こうした事例に対応して、契約の申し込み、または承諾の意思表示を取り消しできることになり、被害の救済に資することとなるものと考えています。新法第3条第2号に規定する配慮義務についてお尋ねがありました。勧誘を受けた本人の配偶者や親族との関係においても、寄付の勧誘にあたって、その生活の維持を困難にすることがないよう配慮義務が規定されており、これに反する勧誘行為が行われた場合には、親族等に対する民法上の不法行為の認定や、損害賠償請求が容易となると考えます。寄付が果たす社会的役割に対する配慮についてお尋ねがありました。
新法案の運用にあたっては、NPO 法人、学校法人、宗教法人や政治団体などさまざまな法人の活動において、寄付が果たす役割の重要性に留意しなければならない旨を規定しています。また、新法案における禁止規定や配慮義務は、社会通念上、不当な勧誘行為と考えられるものに限っているものであります。そのため、通常の法人であれば、寄付の勧誘に支障があるといったことはなく、寄付文化の醸成に対する不当な抑制にはつながらないと考えています。むしろ、不当な寄付の勧誘行為が防止されることによって、寄付への理解や寄付勧誘への安心感が高まることにもつながると考えます。債権者代位権の督促についてお尋ねがありました。債権者代位権は、自らの権利を保全するために必要な限度で、他者の権利を行使することを認める制度です。今回の改正法案では、扶養義務等に基づく定期金債権について、期限が到来していないものであっても債権者代位権を行使することができることとし、制度を活用しやすくすることで、家族の被害救済につながると考えています。制度を検討するにあたっては、家族の権利保護と本人の財産権の保障のバランスを考慮し、家族等の第三者が本人の意思にかかわらず、取消権を行使することができるとすることや、被保全権利の範囲を広げることは困難であると考えました。国民生活センター法の改正法案についてお尋ねがありました。今回の国民生活センター法の改正法案には、ADR について迅速な審理のため計画的に実施すること、消費者の生命、身体、財産、その他の重要な利益を保護するため、特に必要があると認めるときに、事業者名を公表することができること、適格消費者団体が行う差し止め請求関係業務の円滑な実施のために、必要な援助を行うことが盛り込まれています。この改正により、消費者と事業者間の紛争の解決が迅速に図られるようになるとともに、被害の拡大防止等が図られることになると考えております。斉藤健法務大臣。安江伸夫議員にお答え申し上げます。相談支援体制の充実に向けた取り組みについてお尋ねがございました。法テラスと関係機関等との連携を図り、相談体制の充実を図ることは重要だと認識をしております。法テラスでは霊感商法等対応ダイヤルを設置し、幅広いお悩みに応じた適切な相談窓口を紹介しております。さらに法テラスでは問題の総合的解決を図るため、弁護士、心理専門職等の配置活用に加えまして、日本弁護士連合会等の関係機関団体等や福祉専門職をはじめとする各種専門職とのさらなる連携強化、これらの連携の枠組みを生かしたワンストップ型相談会等を行っていくものと承知しております。法務省としては、法テラスと関係機関、団体等との緊密な連携の下、包括的支援体制の整備、強化を図るとともに、さまざまなニーズ等を十分把握し、より一層充実した支援を行うなどして、実効的な救済に全力を尽くしてまいります。梅村